グアンチェ族統治者の一人ベネハロの像、グアンチェ族はかつてスペインのカナリア諸島に住んでいた先住民族である。2017年に初めて行われたゲノムワイド関連解析により、グアンチェ族は北アフリカ系の起源を持ち、遺伝子的にはアフリカ大陸北部のベルベル人に最も禁似していることが判明した。彼らは紀元前1000年頃以降に、 カナリア諸島へ移住してきたものと考えられる。グアンチェ族はヨーロッパ人の移住以前からマカロネシアに居住していたことが判明している唯一の民族であり、マカロネシアに属する他の島々についてはヨーロッパ人到来以前の居住者の存在が立証されていない。スペインによるカナリア諸島制圧以後はスペイン人入植者によってその多くが駆逐され、 残った者たちも入植者社会に同化していったが、シルボなど彼らの文化の一部は、カナリア人の文化、伝統となって今日まで残存している。現地語のグインチネットを辞儀通りに翻訳すると、テネリフェ島の人々となる。フアンヌニエスデラペーニャの研究に基づけば、これをもとに、カスティーリア人たちがガンチョスと呼ぶようになったものである。このように古代における原理としては、 テネリフェ島の住人のみを指す名称であったが、現代では、グアンチェは、スペイン入植以前のカナリア諸島先住民全体を、指して用いられる。ラパルマ島にあるグアンチェ族の洞窟遺跡、グアンチェ族のドキー伝子学の研究成果により、カナリア諸島先住民の増加は、紀元前6000年以降に進行したサハラ砂漠化に、伴う北、アフリカ人の移動が大きく影響していることが、 判明している。言語学的分析においても、名数法の比較から、グアンチェ語と北アフリカのベルベル語派諸語には関連性があると推定されている。遺伝子解析の結果、グアンチェ族の人々とベルベル人とは共通の祖先を持つと結論付けられた。歴史時代において、カナリア諸島にやってきた人々の記録は非常に多い。特にヌミディア人、フェニキア人、 カルタゴ人たちは諸島の存在を知ると頻繁に来訪するようになり、エッサウィラよりユバ2世の軍勢が送り込まれたこともあった。紀元後1から4世紀の間には、北、アフリカを支配したローマ人がカナリア諸島を訪れるようになり、ローマ由来と見られる遺物がランサローテ島内外から見つかっている。これは、 ローマ人がカナリア諸島との間で交易を行っていたことを意味するが入植にまで至ったかどうかははっきりとした証拠がない。カナリア諸島の考古学的調査に基づけば当地の技術水準はスペインによる征服を受けるまで新石器時代のものからあまり変化がなかったと考えられる。先住民の到来によりカナリア諸島では大型爬虫類や その他の固有種が絶滅に追い込まれた。代表的なものとして、テネリフェ島のテネリフェジャイアントラットがある。古代ローマの著述家、軍人であるダイプリニウスは、マウレタニアの大は2世についての記録の中で、紀元前50年にマウレタニア軍がカナリア諸島へ侵攻した際に、巨大な廃墟を発見したと述べているが、島の住民については言及していない。 この記事が事実であるならば、グアンチェ族は、カナリア諸島唯一の先住民ではなく先行していた別の民族がいた可能性もあるが、単純に、マウレタニア軍が、島々全域を調査しなかっただけであるかもしれない。テネリフェ島、特にイコドデロスビノスにあるグアンチェ族の洞窟遺跡の発掘調査では、洞窟内から発見された土器類を分析した結果、居住の開始が、 紀元前6世紀にまで遡ることが分かっている。厳密には、グアンチェとは、テネリフェ島の原住民を指す。8世紀後半以降、カスティーリア人の他ジェノバ人やポルトガル人なども島を来訪するようになってはいたが、14世紀にカスティーリア王国の信仰を受けるまで、島の人々は比較的孤立した存在であった。その後、グアンチェの名は、 カナリア諸島7当全域の現住民すべてを指して使われるようになった。これはテネリフェ島の勢力が最も大きく重要な地位を占めていたためである。彼らの言語であるグアンチェ語についてはいくつかの言い回しや語彙の他に古代の族長の名前が語り伝えられているのみであるがベルベル語発祥ごとの類似性が見受けられる。グアンチェ語に関する最古の記録はジェノバの探検家、 ニコロ・オゾ・ダレッコによる1341年の記述で、島で使われる数の数え方を翻訳したものである。ヨーロッパの歴史家によれば、カスティーラ王国の征服を受けた時、グアンチェ族は文字を使用していなかったという。これは表記記録がどこかの時点でなされなくなったか、単に入植者たちが存在を見落としていたものであろう。石刻や図像による、表示、洞窟壁が彫刻類は、 諸島全域から多数見つかっている。いくつかの島からは地中海世界文化の影響を受けたものと考えられるペトログリフも見つかっている。1752年、ラスパルマスの軍事総督であったドミンゴ・バンデウアルは諸島内のペトログリフの調査を計画し、ラスパルマスの司祭アキリーノ・パドロンが、エル・イエロットのエル・ジュロン、ラ・キャンディア、ラ・コレッタに存在する石刻のリストを作成した。 1878年に、ドクター・ルネバーノが、テネリフェージマラス・バーロスの強国で発見した石刻は、ローマ帝国占領機内しそれ以前の古代、リビアやヌミディアのそれと似通ったものであった。他の地点では、ティフィナグ文字が書かれたものも見つかっている。詳細は、植民地下以前のカナリア諸島を参照、アロンソ・フェルナンデス・デリューゴに投稿するグアンチェの大台。 プリニュースとストラボンの地理史において、カナリア諸島は、私服者の島として言及があるが、住人についての記述はない。グアンチェの人々に関する記述は、アラブ人地理学者イドリースイーが、ルッチェーロ2世のため1150年頃に記した、ニューザッチェル・ムースタックにおいて、リスボンより出港した、アンダルシア人工会社一家という、ムーガラリンによる大西洋探検の報告として出て、くる。 この書の唯一現存する版である、フランス国立図書館本テキストと、ピエール・アメデ・ジョベールの訳本によれば、このムーガラリンは粘着質で悪臭を放つ水域に至った後、引き返そうとしたところ無人島を発見したが、そこには、肉質が苦く、食用にできそうもない羊が無数に至たといい、さらに、南進を続けたところ別の島に至り、そこで、小型のほ掛け船に取り囲まれ、 集落に連行された。村の住人の多くは金髪か、甘色の長髪であり、女性は不美人ばかりであったという。村人の中に一人、アラビア語を話すものがあり、どこから来たのかと尋ねてきた。その後、村の統治者は航海者たちに、大陸方向へ立ち去るよう指示したが、たどり着いた先で、ベルベル人の歓迎を受けたので驚いたという。 不可思議で空想的な部分の記述はさておき、この記事からはグアンチェ族が大陸の住人と散発的に交流していたことが伺い知れる。イドリースイーはグアンチェ族について背が高く赤茶色の肌をしていたとも記している。14世紀に入るとグアンチェ族はバレアレス諸島のスペイン系航海者たちとも接触していたと推測される。 バレアレス諸島由来と見られる遺物がカナリア諸島のいくつかの地点から発見されているためである。詳細はカナリア諸島制圧及びカナリア王国を参照アロンソ・フェルナンデス・レ・ルーゴがカトリック両王にテネリフェのグアンチェ族の王を捕獲したと報告する様子。カスティーリア王国によるカナリア諸島の征服は1402年ジャンド・ベタンクール・トガディフェールド・ラ・サールによる ランサローテ島の探検遠征から始まった。先住民たちは農業技術の貧弱さから基金に苦しんでおり、すぐにスペイン側に基準したため、ガギフェールは難なく、ランサローテ島とフエルテベントラ島を手中に収めることができた。残る五島は抵抗の道を選んだが、エルイエロ島に住む集団が投降した後、ラ・コメラ島、グラン・カナリア島、ラ・パルマ島も次々と基準していき、 1496年には、テネリフェイ島も制圧された。第一次アセンテホの戦いにおいては、グアンチェ勢力側が谷間を利用し、カスティーリャ軍へ奇襲を仕掛けた。指揮官、アロンソ・フェルナンデス・デルーゴはどうにか難を逃れたものの、カスティーリャ軍は8割近くの兵を失う、大損害を受けた。このため、戦場となった土地には後日ラマタンザの名が付けられた。 ルーゴは後日テネリフェ島南部の支配権を得て統治へ、舞い戻り、アグエーレンの戦いで、グアンチェ属勢力を打ち破った。島北部の主張や統治者たちは、1496年、第二次アセンテホの戦いにおいて、タオロの王ベンコムの後継者ベントアが打ち破られた、ことで投降に至った。グアンチェ属の母語である、グアンチェ語は、今日ではいくつかの地名以外に、 わずかな文章と単語が残るのみである。近現代言語学者たちは、グアンチェ語がアフロアジア語族のベルベル語派に属するものと考えている。しかし、グアンチェ語には明らかにベルベル語の単語が取り込まれているものの、文法に関してはベルベル語の影響は認められない。いずれにせよ、現在知られていない語彙にも、相当にベルベル語由来のものがあると考えられる。たらの偶像。 グアティマックと呼ばれる偶像。テネリフェ島のプエルトデラクルス考古学博物館所蔵、グアンチェ族の宗教について詳しいことは分かっていない。テネリフェ島ではエイケマンと呼ばれる超越的存在が広く信仰されており、同様のものをグランカナリア島ではアカラン、エルイエル島ではエラオランハン、ラパルマ島ではアボラと呼んでいた。エルイエル島では モネーバという女神も尊ばれていた。言い伝えでは男女一体の神が山に住んでおり、そこから人々の祈りを聞いているという。他の島では太陽、月、大地、生といったものを崇拝していた。悪霊の存在も広く信じられていた。テネリフェ島では悪魔的な存在をグアヨタと呼び、これがテーデさんの河口に住んでいると信じられていたため、地獄を指して、 エシャイドと言っていた。テネリフェ島とグランカナリア島では、より低級の悪霊は、最初に、ジュコンチスと呼ばれる黒く毛深い野犬の姿で現れ、その後に山深い場所の洞窟に住むティベッシーナが、現れて、夜間に、家畜や人間を襲うと考えられていた。テネリフェ島では、マジックとチャキシラキシーも信仰されていた。干ばつが起こると、グアンチェ族は、集団で大地を清め、 子羊をわざと母羊から引き離して悲しげな鳴き声を上げさせることで偉大な精霊に憐憫の情を起こさせようとした。この宗教儀式の間は集落同士の戦闘から個人の居かいに至るまでのあらゆる争い事が一時休止となった。諸島で発見された代表的な偶像としてはたラの偶像や具分マ膜がある。他の島々からも多くの像が発見されている。 歴史学者たちの間では、グアンチ族の信仰活動は、基本的に否得されていなかったというのが定説である。宗教行為は、松や流血樹といった神聖とされる木々のもと、あるいは悪心具合を楽しミカテーデさんなど、宗教的な意味のある産地でなされた。グアンチ族の聖地である、テーデさんは、2007年に世界遺産にもなっている。テネリフェ島のアチビニコ洞窟など、 洞窟において儀式を行うこともあった。また20世紀頃までカナリア諸島民の中にはアナメロスと呼ばれる人々がいた。これはグアンチ族古来の信仰とキリスト教的要素が混交したもので呪術的治療を行っていた。カナリア諸島の近隣地域における類例に基づけばアニメロとは神々に祝福されたものの意であると考えられる。 テネリフェ島の帝デッサン・グアンチェ族には、蔡ないしシャーマンにあたるものがあり、神々の声を聞くことのできる存在として、聖職者階級に位置づけられていた。ベンズマンは、グアンチェ族の農事歴における、新年の祭りで、チャキシラキシー神に捧げる作物を収穫し終えた時期に開かれる。この行事では、グアンチェ族の人々はミルク、ゴフィオ、羊、または、ヤギの肉を分かち合う。 今日では、カンデラリアの聖母のバシリカへの参詣と同時に行われている。祝祭日の行事の中に、先住民族文化の名残が見られる事例は、他にグイマルにおける巡礼者の祭りや、あがえてのラマの祭りなどがある。テネリフェの自然と人の博物館が所蔵する、グアンチェ族のミイラ。ミイラ作成の技術は、テネリフェ島で発展した。 グランカナリア島でも古代人のミイラが見つかっているが、研究の結果こちらは、意図的にミイラ化しようとした痕跡が認められず、自然発生的にミイラ化したものと考えるのが妥当と結論づけられた。ラパルマ島のミイラも同様に自然発生的なものであり、ラゴメラ島とエルイエロ島ではミイラそのものの存在が立証されていない。 なおランサローテ島とフエルテベントラ島はこれら調査の対象になっていない。ラパルマ島では、四季を悟った老人は、自主的に集落を離れた。家族と最後の別れを済ませると、墓所として使用されている洞窟へ移送され、ワン一杯分のミルクだけがその場に残された。グアンチ族には、遺体のエンバーミング技術があり、多数のミイラが見つかっている。これらミイラはいずれも、 高度に乾燥されており、せいぜい6から7ポンド程度の重量しかない。サンタクルーズでテネリフェの海岸から3マイルほどの場所に、直立した大岩で塞がれ侵入困難な洞窟があるが、ここには未だ多くの遺体が眠っていると考えられる。エンバーミングの技法は一様ではないらしく、テネリフェ島とグランカナリア島では、ヤギか羊の皮で遺体を包むだけだが、他の島では、 遺体保存の目的で樹脂を塗っている事例もある。これらの遺体は、人の立ち入り困難な洞窟を選んで暗記されるか、あるいは紛糾墓に埋葬された。エンバーミングを行うのは先住の階級に属する人々で、女性の遺体は、女性が、男性の遺体は、男性が作業に当たった。ただしエンバーミングは、すべての死者に施されたわけではなく、大半の遺体はただ洞窟に安置されるか、 埋葬されている。自然と人の博物館では、カナリア諸島で発見された本物の先住民ミイラを展示している。1933年、テネリフェ島南部サンミゲルデア・ボーナのチョバにおいて、カナリア諸島最大規模のグアンチェ族ネクロポリスが発見された。この墓地は略奪者に荒らされきった後であったが、未だ60から74体のミイラが眠っているものと考えられる。 グアンチェ族の宗教儀礼については詳しいことがほとんど分かっていないが、動物釘と人身釘の両方がなされていたようである。テネリフェ島のグアンチェ族は、下手の日に家畜を殺して、家中に投じ、神への供物とする習慣があった。ベイトンクア・アルフォンソによれば、生きたままの小ヤギの足を縛って焼くのであり、そうすることで小ヤギに神にも届くほどの大きな悲鳴を上げさせるのだという。 類似の動物釘は他の島にも見られる。人身釘の事例としては、テネリフェ島において、下死の日の出地に生きた子供を、プンタデラスカから海へ投じるというものがある。この生贄となる子供は、島全体から挑発されており、プンタデラスカからかなり離れた地域も対象であった。すなわち、テネリフェ島においては、一般的な種族であったと考えられる。テネリフェ島では、 王の死没時にも人身釘が行われ、成人男性が集団で海に見投げすることが知られている。またグアンチェ族のミイラ作成衛士たちには王が没した場合その一年後に海へ見投げするというしきたりがあった。グランカナリア島では人間の子供の骨と子羊の骨が混ぜ合わされたものが見つかっており、テネリフェ島では子供の遺体が入ったアンフォラが発見されている。こういったことから、 子供を海中に投ずる儀式にはいくつか異なる方式があったものと推測される。子供を釘とすること自体は他の文化圏にも見られるもので、特に地中海世界、カルタゴ、ウガリット、キプロス、クレタ島などの事例が知られている。カスティーリア進行以前のテネリフェ・グアンチェ族の政治、社会構造については不明な点が多い。グランカナリア島などでは母系優位で、 世襲の先生政治が行われており、その他の島では選挙により統治者を決めていた。テネリフェ島では土地はすべて王のものであり、民にこれを貸し与えていることになっていた。グランカナリア島では自治は名誉であり、新しい王が就任するとき、新民のうち一人が誇りを持って断崖絶壁からの自発的な見投げを行った。一部の島では一切多不正が取られたが、 それ以外の地域は、一夫一夫制であった。武装した男性が女性を恥ずかしめた場合、死罪にされたという。犯罪行為を告発したい場合は必ずタガーアでの会議に持ち込むことになっており、告発された者は公開裁判で、討議の後に判決を言い渡された。テネリフェイ島カンネラリアにあるグアンチェ族の面世アナターブの像。テネリフェイ島は旧の小さな国に分かれており、 それぞれに統治者が存在した。メンシーは各国の最高権力者で定期的に他の国の統治者たちと討議を行っていた。カスティーリア勢力がカナリア諸島へ侵攻した際、島南部の諸国は比較的豊かな島北部の土地を与えられるとの条件でカスティーリア側についた。しかしカスティーリア勢力はアグエーレの戦いと第二次アセンテホの戦いによって 優位を確定的なものとすると、この役場を破棄した。テネリフェ島では、はじめ王メンシーであるティナーフとその父スンタが、島全域を統治していたが、ティナーフのこの台で旧国に分裂したという。グアンチ族の衣服については、ヤギ川川製のものや、タマーコスと呼ばれる植物の繊維を織った生地からなるものが、テネリフェ島の墓地で発見されている。木材、骨材、 貝殻などで作られたソーシングや首飾りもあり、様々なデザインが見られる。土器製ビーズは、円筒状を始めたような形状のものが広く用いられており、いずれも表面は滑らかに磨き上げられ、多くは黒か赤色である。ドクター・ルネバーノは、カスティーリア人たちがピンテドラスと呼んでいたものと推定される土器製の怪獣型の道具を発見しており、これは、 様々な色のボディペインティングを行うための塗料入れであったと考えられる。この道具は、素略な作りの陶器で、多くは全く装飾がないか、爪で筋目をつけた程度の模様があるに止まっている。グアンチェ族の武器は初め島内で入手できる自然素材に止まっていたが、地中海世界との交流が行われるにつれヨーロッパの武器も流入した。基本的な武器には、 長さ1から2メートル程度のジャベリン、球状に磨いた石、槍、棍棒、盾類があった。ヨーロッパ人が到来するようになると、グランカナリア島のグアンチェ族のうちくらいの高いものは、マギドと呼ばれる大型の木剣を装備していることが知られるようになった。この木剣は、白兵船や木隊相手の戦闘で威力を発揮したという、木製武器は火を用いて固く加工されていた。 またこれらに合わせて、タボナと呼ばれる、黒曜石のナイフも用いられた。テネリフェのグアンチェ族集落を復元したもの住居には、産地の天然ないし人工の洞窟が用いられた。居住に適した洞窟がない場合には、円形の小屋を建て、カスティーリア人の記述によれば、簡素ではあるが要塞化も言っていたという。テネリフェのグアンチェ族グランカナリア島のグアンチェ、属戦士を描いた絵画。 レオナルドトリアーニによる1592年の作品。ビンイク及びケリフエル・ボウとも参照をまか。マイヤー・エイトール2003の研究では、カナリア諸島ほぼ全域のグアンチェ族の意外より71例のミトコンドリア DNA サンプルを抽出した。その結果、グアンチェ族の遺伝子構成は現代モロッコのベルベル人、カナリア人、スペイン人と近しいことが判明した。 彼らの大多数は母系ハプログループ U6 ビット1に属していた。U6 ビット1は今日の北アフリカではほとんど見られない系統で比較的新しい時代にベルベル人の遺伝子プールで発生したものと推定される。研究者の間ではグアンチェ族はベルベル人と関連する北アフリカからの移住集団であり、現代カナリア人の母系遺伝子プールにおいて グアンチェ族の遺伝子が占める割合は42%から73%程度であると考えられている。フレイグル・エトール 2009A の研究では、初頭のグアンチェ族から30例の Y 染色体、DNA を抽出している。分析の結果、不形のハプログループとその割合は、E1A、E1 ビット1ビット、E1 ビット1ビット1ビット、I、J1、K、P、 r 1ビット1ビット2であった。E1a, e 1ビット1ビット一 a e 1ビット1ビットは、ベルベル人に多く見られる系統であり、これらが多いという事実は、グアンチェ族が、北アフリカからの移住者であるという説を補強する、証拠となる。ついで、ヨーロッパで非常に広範に見られる系統である、r 1ビット1ビット2と、愛が多い。ここから、戦死時代この地域に、 地中海の向こうよりヨーロッパ人の血統が入ってきていたものと推測される。また、現代カナリア人の父兄遺伝子プールにおけるグアンチェ族の遺伝子比率は母系のそれに比べてあまり高くないことがわかった。グアンチェ族のハプログループ比率はラテンアメリカのそれと非常に似通っており、グアンチェ族の子孫たちがスペイン領アメリカにおいて活発に行動していたことが伺える。 グランカナリア島のグアンチェ族を描いた絵画。レオナルドトッリアーニによる1592年の作品。フレイグルエト通る2009ビットの研究では、ラパルマ島のグアンチェ族から30例のミトコンドリア DNA を採取した。そのうち93%がユーラシア西部起源のハプログループに属し、残りの7%はサブサハラアフリカ起源のグループに属していた。 ユーラシア西部起源のもののうち15%程度がヨーロッパと均等起源、残りは北アフリカ起源で、ベネホリタスの人々はこの地域の人間の子孫と考えられる。ベネホリタスの母系、ハプログループは U6 ビット1と H1 から16,260が非常に多かった。U6 ビット1は北アフリカには見られない系統であり、H1 から16,260も 極めて稀である。この結果から、ベネホリタス及び他のグアンチェ族子孫の中の北、アフリカ系住民は、比較的後年に大規模な移住を行った集団で、あると推測される。ラゴメラ島のグアンチェ族の絵。レオナルドトッリアーニによる1592年の作品。ペレーライトール2010の研究では、母系、ハプログループ有クの起源について、 グアンチェ族の特徴を持つとした。ハプログループ u クは、後期旧石器時代に、クロマニョン人内しその近縁の人類によって、近東より北アフリカへ持ち込まれたと考えられ、この集団がイベロマウルシア文化を築いたものと推測される。また母系、ハプログループ H1 もグアンチェ族に多く見られるが、これは、関心よにイベリアからの移住者によって、 北アフリカへ持ち込まれたと推定され、彼らがカプサ文化の基礎を築いたのである。近年の研究では、セッチャーへ通る2014が、ハプログループ U6 は、オーリニャック文化に属する人々によって、後期旧石器時代に、中央ヨーロッパからレバントへと持ち込まれ、この集団がレバントオーリニャック文化を形成したと推定し、彼らの子孫がアフリカ各地へ移住していく中で、 U6 系統の遺伝子が拡散されていったとしている。ハプログループ U6 ビット 1A がカナリア諸島に持ち込まれたのはグアンチェ族の移住の最初期であると考えられ、U6C1 系統はその後に第2波として移入されたと推測される。エル・イエロット王のビンイクを描いた絵画、レオナルド・トリアーニによる1592年の作品。フレイグル・エトール2015の研究では、 ラゴメラ島のグアンチェ族のミトコンドリア DNA を調査した結果、65%が母系、ハプログループ U6 b i t 1R に属していた。すなわち、ゴメロスの人々は、最初期にカナリア諸島へ移住した集団の子孫であると考えられる。母系、ハプログループ T2C1 と U6C1 は、他の島への第二波的な移住に合わせて持ち込まれた。 ものと推定される。現代ラゴメラ島の住人のうち44%が U6 ビット 1R 系統である。すなわち、ラゴメラ島の住人たちは、現代カナリア人の中でもグアンチェ族の地を最も濃く受け継いでいると言える。オードネスへ通る2017の研究では、エルイエロ島のプンターズールで多数出土した当地のグアンチェ族の意外を調査している。 十六例の Y 染色体 DNA を抽出した結果、不景。ハプログループ e 一 a が一例、e 一ビット一ビット一 a 一が七例、r 一ビット一 a 二が七例であった。ミトコンドリア DNA は、すべてハプログループ h 一から千六百二十六であった。すなわち、B 育の人々は、グアンチエ族移住の初期にやってきた集団の子孫であり、不景。 五計いずれの遺伝子からも、移住第2波で入ってきた集団とのつながりが、見受けられなかった。ロドリーゲス、バルラエトール。2017の研究では、グランカナリアシマトテネギヘェ島のグアンチェ族以外11体から、常染色体 DNA を抽出している。また Y 染色体 DNA3 例を抽出したところ、いずれも不、不系。 ハップログループ E1 ビット1ビット1ビット 1A1 であったが、11体のサンプルのミトコンドリア、d n a は、母系、ハップログループ H1CF、H2R、L3 ビット 1R、T2C12、U6 ビット 1R、J1C3、U6 ビットとなっていた。この結果から、調査対象となった、グアンチェ族の以外は遺伝子的には、 紀元後7から11世紀頃の人々と考えられ、現代北アフリカ人とよく似た遺伝子構成を持っていることが判明した。グアンチェ族が北アフリカより移住してきたベルベル人に近い集団の子孫であるという説を傍傷するものである。また現代人との比較では、グアンチェ族はサルデーニャ人とも遺伝子的に近似が見られた。サンプルのうち数例は、現代た アフリカ人よりも現代サルデーニャ人に近い遺伝子、構成であった。こういった人々は、新石器時代内史それ以後に、イベリアから北アフリカへと拡散していった、最初期の農耕ヨーロッパ人を祖先に持つと考えられる。また一例は、ヨーロッパの狩猟最終民を祖先に持つとの結果が得られ、戦死時代にもヨーロッパ人の流入があったことを伺わせる。 現代カナリア人の常染色体 DNA にグアンチェ族の遺伝子が占める割合は16%から31%ほどと推定された。フレイグル・エトール2018の研究ではモロッコ所在の新石器時代後期の遺跡であるケリフ・エルボウドを調査した。ケリフ・エルボウドに居住していた人々はモロッコのイフリ・ナンマル遺跡やスペインのエルトロ洞窟で 発見された人々の子孫だと考えられる。ケリフ・エルボウドの住人は50%がイフを祖先に持っており、このイフ集団は新石器時代にカルニウム土器文化をイベリアから北アフリカへ持ち込んだものと考えられる。ケリフ・エルボウドの人々より後の時代になると、この地域にはピーカーミンという別のヨーロッパ人集団がイベリアより流入している。グアンチェ族は ビーカーミンよりもケリフ・エルボウドの住人たちに近い遺伝子構成を持っていた。フレイグル・エトール2019の研究では、カナリア諸島全域から採集した48例のグアンチェ族ミトコンドリア d n a を検査している。その結果、彼らの母系遺伝子系統は、北アフリカヨーロッパ、近東の特徴を持つが、寒地中海地域に由来するユーラシアの系統が、 最も多いことが判明した。これらユーラシア系のハプログループは、同期時代、青同期時代に、ヨーロッパからの移住という形で持ち込まれたと考えられる。グランカナリア島、テネリフェ島、ラパルマ島では遺伝子的な多様性が見られる一方、ランサローテ島やフエルテベントラ島など他の島では、特定の系統に偏っており、特に、 ララコメ島島とエルイエルイにその傾向が強かったグアンチ族の中でも、西部諸島民と東部諸島民とで明らかに遺伝子上の際が見られるという事実は、グアンチ族の移住活動が大きく2期に分けられるという仮説を補助するものである。なおサンプルのうち40%が、母系ハプログループエッジに属していた。ザ・ナタイシカナリア諸島所在の博物館の多くが、 植民地下以前のカナリア諸島住民に係る広告遺物を所蔵している。主要なものとして以下の館がある。2001年、カナリア諸島におけるネオペガニズム運動として数百人の参道者によるグアンチェ人協会がサンクリストバルデララグーナを拠点に設立された。ありがとうございます。